ラムバサダーの宮島ゆかりです。今回は、フランスの家庭料理でよくあるような、羊肉のブレゼを少しアレンジしてお料理を考えました。今回はラムチョップはよく見かけると思うんですけれど、その塊の部分から骨の部分、バラ肉の部分と、ロースの芯の部分を2つに分けて、それぞれ蒸し煮とローストで2パターンの調理法で楽しんでいけるようなレシピを考えました。今回は北海道産の白花豆と、彩りでスナップエンドウやグリーンアスパラ、酸味や甘みでフルーツトマトをたくさん使ったレシピとなっていまして、色とりどりのお野菜をきれいに盛り付けてみてください。